皆さんおはようございます。妙高220ポンド体重100キロの松原妙高です。今日の岐阜地方は朝から雨になっております。皆さんの地域ではいかがでしょうか。さて今日から5月です。昨日ですね、ちょっとしたことがありまして、考えさせられるようなことがありましたので、今日は、タイトルにありますように、親のスマホでスマホ決済というような内容でお話をしてみたいと思います。昨日ですね、小学校の 1,2 年生ぐらいの女の子がですね、スマホを持って、商品を購入に来てくれました。そのスマホは誰のって聞きましたら、お母さんのというようなことで、PayPay で支払うというようなことでですね、PayPay で決済して、帰られましたけれども、よくよく考えたらですね、これっていいのかなっていうことですよ。結婚した時にハワイへ新婚旅行行きまして、その時にですね、買い物をしてた時に別のカップなんですけれども、店員の人がですね、差し出されたクレジットカードを見てですね、パスポートを見せてくれっていうことですね。でパスポートとそのキャッシュカードのですね、名前を確認すると、違ってたようで、あなたこれ、誰のキャッシュカードって、そうしたら親から返ってきたっていうわけですね。その女の子でしたけれども、でこれで買い物してきてもいいということで、カードを渡されたと。でそしたらもう店員がね、どういう話をしたかというと、もうあなた結婚してるんでしょと、二十歳過ぎてるんでしょと、これは犯罪なんだよと、他人のカード、例えば親のカードでも、あなたが使って、親がいいと言ったかもしれないけれども、これを使うのは犯罪なんだから、ここではこのカードは使えないというふうにはっきりね言われたのを記憶しています。同じように、最近特に厳格にですね、サインと、ここのところはサインを確認するようなことはなくて、本当に、暗証番号を入れるぐらいでね、決済しちゃうってこともあるんですけれども、どうなんでしょうね。皆さんはどう思われますか。そういうことを教えるのも親じゃないかと私は思います。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。